光線の分。宦官どもが粛清された後、国の混乱はひどくなるばかりだ。元凶はあの董卓よ。意のままに帝を操り、欲のままに国を動かしている。このままでは漢王朝は。ふん、帝などどうでもいい。それより戦いはどうした？十条寺と家臣が暴れているというから来てみれば、すでに終わっていただと。つまらん。俺は戦うためにお前についてきたのだぞ。呂布、あだ名は宝泉。武芸を極め、弓馬に優れた猛将である。その武を提言に見込まれ養子となった。だが義父の指示も繰りごとも呂布の耳には入らない。彼はただ己の武を存分に震える戦場を求めていた。呂布よ、口を慎まぬか。我らの責務は二度と乱を起こさぬことだ。戦を望むなどもってのほかよ。己の部の孤児をしようなどと思うな。おとなしく都を警備せよ。くだらん。警備など雑魚にやらせればいい。俺は最強の部を天下に知らしめる。そのためにここにいるのだ。董卓殿が呂布に会いたいだと。董卓様は帝の補正役として多忙な日々を送っていらっしゃる。その合間を縫って会いたいとおっしゃっているのだ。とても名誉なことだぞ。おお、呂布、ちょうど良いところに来た。董卓様がお前をお呼びだ。宮中へ急げ。董卓、俺に何の用？お前に何かをくださるとのことだ。ありがたいお話じゃないか。董卓様を待たせるな。早く行け。あの強欲な董卓がお前に物を。何か企んでいるな。呂布よ、気をつけろ。奴は必ずよからぬ話を持ち出すに違いない。ふん、俺を呼びつけるとは気に入らぬが、まあいい、言ってやろう。奴がつまらん話を持ち出した。即刻切り捨てるまで。あの董卓のこと、必ず何か企んでおる。呂布よ、用心するのだぞ。奴の話など聞くだけ時間の無駄だ。さっさと行って終わらせるぞ。おお、呂布よ、よく来た。空襲ない、もっと地区を寄れ。何の用だ？くだらん話をすれば叩っ切るぞ。呂布よ、わしを切ればお前はずっとこのままの生活を続けることになる。それでもよいのか？何が言いたい？お前の望みは戦いじゃろう。今天下にはわしのやり方が気に食わんというアホどもがゴロゴロいる。やつらはわしと戦いたくて仕方ないらしい。わしの元に来ればそのアホどもとの戦いの指揮を任せてやる。最強の武とやらも存分に震えるであろう。ふん、強欲なお前のことだ。その見返りに何を望む？まずはアホを一匹島釣りにあげてほしいのよ。お前の義父提言を切れ。さすればわしに逆らう者は都にはいなくなる。提言を切った暁にはお前をわしの養子にしてやろう。さらに
天下の名馬赤兎をくれてやる。名馬と戦い、この二つが手に入るのだ。帝元の命など安かろう。一つだけ誓え。俺の戦は俺のものだ。誰の指図も受けん。いいだろう。戦のことは全てお前に任せよう。帝元の首待っておるぞ。おお、戻ったか、リョフ。して、トウタクの話とは何だったのだ。トウタクは俺を自由に戦わせると約束した。その見返りはお前の首だそうだ。首だと？リョフよ、お前はわしを斬るというのか。者ども、こやつは裏切り者だ。容赦はいらぬ。そっくり叩き落とせ。よくだ。これは一体父上をその手にかけるおつもりか。これでわしの主治肉林の世を邪魔する者はいなくなった。お前にやった石飛ばなど安いものだったわ。勘違いするな。俺はお前に従ったわけではない。俺は俺の部が最強だと天下に示せればそれでいい。そのために邪魔な奴を切っただけだ。お前はさっさと俺が暴れられる戦場を作れ。戦場か。今は乱世、力が物を言う時代じゃ。戦いなどすぐに起きるわ。早晩わしのことを気に入らぬアホどもが動くじゃろう。その時は存分に暴れるがよい。一人残らず皆殺しにせい。長領、お前もトウタクの配下になったのか。さよう。面白い。俺を討ち帝元の仇を取るつもりか。いな、私はただ己が部を震える場を求めただけのこと。ふん、そっちのお前は何者だ。俺は海遊だ。お前もなかなか腕が立つそうだが、まあせいぜい頑張るんだな。トウタク軍最強の座は誰にも譲らん。そんな座はくれてやる。俺は俺の戦いをするためにトウタクと組んだだけだ。お前はせいぜい奴のおもりに励むんだな。なんだと言いやがったな。上等だ。今ここでお前の戦いとやらを見せてもらおう。来い、ぶっ飛ばしてやる。やめられよ、海遊殿。ここで争っても何の意味もありますまい。ちいいか、リョフ。どっちが強いかいずれ戦場ではっきりさせてやる。ふん、小さい男だ。海遊殿の部は口だけにあらず、事実我が軍に海遊殿にかなう者はおりますまい。まあ今のうちに吠えているがいい。最強は俺だとすぐに分からせてやる。リョフ殿を養子にしてからというものの、
董卓殿は以前にも増して宝刀の限りを尽くしておられる。都には呂布殿にかなう者はおりません。おそらくその意に甘えておられるのでしょう。豚が一層醜くなったか。だが奴の敵が増えるのは俺にとっては好都合だ。呂布殿、それはいかなる。俺はただ暴れられる戦場さえあればいい。奴の敵が増えればそれだけ俺が楽しめるということだ。戦を楽しみだという方もいらっしゃるのですね。私は早く戦のない世を見たいと願っております。お前は。突然失礼いたしました。私は朝鮮と申します。今は董卓様の侍女としておそばに置いていただいております。宝仙様のお名前は聞き及んでおります。素晴らしい武をお持ちだとか。お前は戦が嫌いか。はい、戦は悲しみしか生みません。多くの罪のない人々が苦しみ死んでいく、そんな光景はもう見たくないのです。心配はいらん。俺の最強の武が天下に知れ渡れば、くだらん戦を起こす奴はいなくなる。お前が悲しむ必要もなくなるだろう。お心遣いありがとうございます、宝仙様。呂布よ、どこに行っておった。今しがた曹操のアホが越権にかこつけてわしを殺そうとしたのだぞ。肝心な時にそばにおらんとは、この役立たずめが。なんだと。俺は貴様の配下ではない。くだらん勘違いをするな。口答えをするな。奴はまだそう遠くまでは逃げておらんはずじゃ。さっさと追いかけて奴の首をわしの前まで持ってこい。決して生かして洛陽から出すでないぞ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。わしの命を狙って生きて帰れると思うな。曹操の魔法を引っ捕らえるのじゃ。ここで貴様らに猛徳を打たせはせん。俺が命に変えても守ってみせるわ。無策で乗り込みはせぬ。見え、
ぶって矢を射かけよう。今こそ奴らの動きを止めるのだ。敵将、討ち取ったぞ。おお、素晴らしきお働き。最強の武を見せてやる。一番で抜かるとはな。バカめ、わしから逃げられると思うたか。貴様は残虐の限りを尽くして罰してくれるわ。呂布、何をしておる。なぜわしの前に曹操の首がないのじゃ。よもや逃がしたのではあるまいな。逃げる奴を撃ってもつまらん。あんな奴など放っておけ。なんじゃと。逃げられたくせに偉そうにしよって。お前が義理の息子でなければとうに切り捨てておるところよ。いいか、次同じようなことがあれば容赦せんぞ。わしが撃てと言ったら必ず撃て。よいな。血の聞き方に気をつけろ、豚が。俺の戦いに指図をするな。撃つ撃たないは俺が決める。次同じようなことをほざいたら容赦せんぞ。犬のくせに何が最強じゃ。口先ばかりの役立たずが。お前がおじい様の義理の息子、呂布？なんて品のない顔なの。お前みたいな奴が身内だなんてヘドが出るわ。なんだお前は。私のことを知らない人間が洛陽にいるなんて驚きね。特別に教えてやるわ。私は東伯、東卓おじい様の孫よ。
生意気な口を聞くとおじい様よりもひどい目に遭わせるから覚悟なさい。待ちなさい。何よあの態度は。おじい様もあんな奴のどこを見込んだのかしら。いいわ、もしあいつが変な素振りを見せたら私が懲らしめてやるから。炎症のアホがグズどもを引き連れてこの落葉に攻め込もうとしておるらしい。呂布よ、お前の望んだ戦じゃ奴らをとっとと追っ払え。お待ちください。連合軍など俺一人で十分です。呂布の出る幕はありません。お前こそここで指をくわえて見てよ。俺の最強の部で連合軍を叩き伏せてやるわ。ぐずぐず言わず二人とも出るのじゃ。さっさと追い払ってこい。敵の総大将炎症などただのアホじゃ。さっさと八つ裂きにしてやれ。連合軍なんて所詮寄せ集めじゃない。おじい様、存分に痛めつけてやりましょう。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。来たか雑魚ど、俺を抜いて落葉へ入れるなどと思うな。兄弟たちが前線で戦っているのだ。私も前へと出て力を合わせねば。ここは引かせていただこう。敵将討ち取ったぞ。おお、素晴らしきお働き。狙いは定まった。敵が足場を崩し戦意を損。私は対応なさねばならぬ。バラバレようとここは逃げるのみ。敵将討ち取ったぞ。何人も寄せつけぬ武勇、さすが宝泉様です。残しといてくださいよ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。もう落葉はいいだろう。俺も止水艦へ向かうぞ。俺は誰にも負けん。そう猛徳の前に立つならば撃つのみよ。もうかたじけない。助力痛み入ります。ここまでか。とはその借りはいずれ別の戦場で返す。敵将討ち取ったぞ。出るわ。
素晴らしきお働き。今こそ敵の要所を叩く。敵将討ち取ったぞ。雲寄せつけぬ武勇、さすが宝泉様です。これダメだ。止水管を破る前に俺が破れちまった。やってくれるな、呂布よ。これは俺も負けてられんな。時を知らせ、我らの進む先は誰にも阻ませぬ。程度の席も破れぬか。まとく、背番が俺は下がらせてもらうぞ。弱すぎるぞ、連合軍。この火油ある限り止水管は鉄壁よ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。俺は誰にも負けん。おお、素晴らしきお働き。円本所に立てつくとはこの痴れ者め。足場を崩し戦意を損。えい、不定の輩に敗れるとは、この円本所の名に傷がついたではないか。思い知ったか、虫けらども。貴様らが束になろうとわしには勝てぬわ。連合軍など俺の敵ではなかったな。さっさと洛陽に戻るぞ。董卓様より伝令、洛陽を捨て長安に撤退するゆえ急ぎ支度をせよとのことです。なんだと、俺たちは勝ったんだぞ。まさか帝の御身に何かあったのですか。いえ、そこまでは。失礼いたします。もしや董卓様は戦の勝敗に関係なく戦闘されるおつもりだったのでは。宝泉様を戦わせたのは時を稼がせるため。豚め、俺をおとりに使ったということか。行くぞ朝鮮、奴から直接話を聞いてやる。
徳！貴様、何を考えている？敵は俺が全て倒した。長安謎に逃げる必要はない。やかましい。何が敵は全て倒したじゃ。止水艦も古老艦も抜かれおって、もはや城は裸同然。ここにおっては殺してくれと言うておるようなものよ。わしは帝を連れて長安へ行く。これは決めたことじゃ。ぐずぐず言わずに支度をせんか。雑魚どもに席を抜かれただけで逃げ出すだと？董卓、とんだ臆病者めが。洛陽を捨て長安へ移ったところで国の混乱は続きましょう。このままではいたずらに国中へ戦を広めるだけでございます、はあ、いつになれば人々の悲しみはなくなるのでしょう。これが宝生様の望まれたものなのですか？俺が望んだ戦はこんな腰抜けたものではない。攻め寄せる敵を全てねじ伏せ、俺が最強であることを証明する戦だ。董卓様はご自身が生きながら得るためならばあらゆる犠牲も厭わないでしょう。おそらくは帝や宝仙様の命さえも。宝仙様が望まれる戦いは董卓様のもとではかなわないのではありませんか？何が言いたい？宝仙様が董卓様のもとを離れ望む道を歩まれたらと思ったのです。もし宝仙様がそのおつもりなら私は協力を惜しみません。朝鮮、お前は俺に奴を殺せというのか？宝仙様と私、二つの思いを叶えるためでございます。わかった。董卓は長安に入った。曹操が奴を追っているそうだ。奴からは曹操を討てとの命が来たが、もはや知ったことではない。曹操も董卓もまとめて俺が消し飛ばしてくれる。朝鮮、それで俺とお前の憂いは全てなくなる。そうだな？私も共に参り見届けます。私たちの思いが叶うその時を。ああ、ついてくるがいい。両方戦の最強の武、今こそ天下に示す。お父様、宝仙様が決意なさいました。これより董卓様のいる長安へ行ってまいります。おお、朝鮮、苦労をかけたな。お前の長くつらい時間も間もなく終わる。董卓さえいなくなれば必ずや国は良い方向へと向かうであろう。一つ気がかりなことが。宝仙様は私の胸の内を分かっておられる気がします。私は董卓様を亡き者にするための
埋伏の毒、宝泉様を利用した悪女だと。あの獣のような男がさほどに鋭いとは思えなんだが、朝鮮、お前の役目は終わった。危険な目に遭う前に急ぎ身を隠した方がよい。いいえ、逃げるわけには参りません。私には見届ける義務があります。宝泉様がその手で董卓様を討ち果たす様を。そうか、わしにお前を止める資格はない。くれぐれも気をつけるのだぞ。はい、行ってまいります。行くぞ。董卓を斬り、俺は俺の戦いを手に入れる。